キルデベルト一世、ジャンルイ・ベザールが1838年キルデベルト一世はフランク王・クロビス一世とその王妃、クロティルデの間の三男。パリ王。511年に父の死に伴い、三人の兄弟と共に移動を分割相続し、パリ王国を受け取った。パリ王国は、ソンム川とロワール川の間に挟まれた地域を領土としており、ブルターニュ、ノルマンディー。 グリーの諸地方及び、アキテーヌ地方西部から構成されていた。523年、キルデベルトと同福の兄弟たちは、母の教唆で、ブルグンと王国を攻めた。この戦争中に、兄のウルレアムをクロドメールが戦死すると、キルデベルトと弟のソアソン王、クロタール一世は、クロドメールの幼い偉人たちから王国を横取りしようと、企んだ。 キルデベルトが母クロティルデに引き取られていた老いたちをおびき出し、クロタールが二人の老いを自らの手で視察した。キルデベルトは弟とオルレアン王国を接班し、領土を広げた。531年、妹クロティルデと夫の西トをアマラリックとの不和を知った、キルデベルトはアマラリックを攻めて彼をナルボンヌで破っている。キルデベルトと 弟クロタールは532年に2度目のブルグンと遠征を開始し、534年にブルグント王ゴドマール2世を廃止させ、ブルグントをフランク王国領に併合した。キルデベルトはブルグントの一部とプロバンスを獲得し、その領土は一気に拡大した。キルデベルトは533年頃にイボアニのランス王テウデリク一世が死ぬと、 またも弟クロタールと計らってその医療を奪おうと、したが、テウデリクの息子テウデベルト一世の根回しによって、失敗した。その後、息子のいない、キルデベルトは強力な老いのテウデベルト一世を養子に、して、後継ぎとして扱ったが、テウデベルトは547年に死去した。またキルデベルトとテウデベルトは、共同で、クロタール一世を攻めたが、不守備に終わった。 キルデベルトは、ゴート族出身と思われるウルトロゴータと結婚し、二人の娘クロドシンだと、クロドベルガを設けたが、男子には恵まれなかった。このため、相続人がいないまま558年に死去し、弟のクロタール一世が領土を継承した。妻と娘は、クロタールによって、宮廷を追われた。キルデベルト一世は、自らが建立した、パリの聖板山修道院に葬られた。 この修道院は、その後、ベロビング家の霊廟に定められたので、キルデベルトは、同修道院に埋葬された王家の最初の人物となった。彼の妻と娘たちに関しては567年以降の消息は不明である。未亡人、ウルトラゴータも、死後に、夫と同じ修道院に埋葬されている。ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、アイロン奏者、2016年。 P209 トゥールのグレゴリウスフランク氏新評論2007年 P115 P シャンピオン我が懐かしき町図書出版社1992年 P57 以下は日本語訳にあたり直接参照していませんありがとうございます